はい、今回は筋肉マンの最新話第434話についての感想や今後の予想などをお話ししていきます。そのため筋肉マン最新刊以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。ということでね、ついに出ましたね、2プラトン。ということでまずはこちらからです。前回のあらすじ。渾身のマリキータ・デッドリーライドが炸裂するも、超回復能力で復活するエル・カイト。エル・ドミノスの猛攻に劣勢に立たされていたゼブラたちエグドセミサイルズだったのですが、マリポーサの助言がきっかけで対抗策をひらめいてみたいなところでね、終わっていたんですよね。最後にね、マリキータワマンの反転の模様がシマウマみたいになっていたわけなのですが、次に今回の感想ですね。まずはこちらからいきましょう。ゼブラバージョンのマリキータマン。前回の時点で先ほどお話ししたように、マリキータマンの反転模様がゼブラと同じデザインに変化していたのですが、今回はさらに顔もゼブラ仕様になっていました。初見はね、これ結構かっこいいと思いましたね。一方で長身ですよね。狂気の神だったザ・ノトーリアスもね、思い出してしまったわけなんですが、あとお前の言いたかったことはこれだろうというセリフとともに、あの顔にね、変わった場面はね、ちょっとクスッとしてしまいました。ところで実況がマリキータマンの姿を見て双子のようだと叫んでいたんですが、自分はこのセリフを見た時、なぜかね、筋肉マンティガーを思い出しましたね。まあ兄弟とは言ってもね、双子じゃないんですけどね。筋肉マンティガーはちなみに鬼塚タイガーとのコラボ超人でね、できた超人で、ゼブラのお兄ちゃんです。エグゾセミサイルズの新2プラトン。やっぱりね、今回のね、一番大きなポイントはここだと思うんですが、今回ついにね、新2プラトンが炸裂していました。大方の予想通り、マッスルインフェルノを組み込んだものだったのですが、その内容はかなり斬新なものでしたね。段階が多くて、ここでフィニッシュと思っていたら、技はまだ続いていたという展開が2回ぐらいあったのですが、その技の内容というのは、ゼブラとマリキータマンがそれぞれ敵をマッスルインフェルノの体勢に持ち込むと、さりげにね、マリキータマンもね、インフェルノっぽいね、体勢をね、作っていたんですよね。で、まあ、リングのロープを挟み込む形で敵をサンドイッチのように激突させ、で、自分はね、ここで終わりかと思ったんですよ。ただ、さらにその体勢を保持しつつ、ロープをレールにして滑り続けて敵の体を削り取っていました。しかし、このようなえげつない攻撃でも2プラトンは終わらず、最後はド派手にね、頭部を柱に激突させていたんですよね。かなり残虐な技だと思うんですが、物理法則とかそういった突っ込みを全く寄せ付けないほど勢いよく最後まで技を繰り出し切ったすがすがしさも感じました。相手をね、サンドイッチのように挟むムーブっていうのはね、大井争奪編の時に繰り出していた残虐技キャンパスプレッサーも連想させたんですけれども、まあゼブラはね、挟み込む技がお好みかもしれないですね。ところでエルドミノスの最強2プラトンは、前回披露したね、バックドラフトフットボムだと思っていたんですけれども、なんかね、パロスペシャルっぽかったしね。ただ対戦中盤に繰り出していたバーバリアンスカルイグニッションがおそらくエルドミノスの最強の2プラトンだったっていうのはね、ちょっと意外でしたね。これマリポーサがね、言ってたんですけれども、こういう展開はあんまりなかったような気がします。ついに決着。次回で対戦も終了するかなと思います。もうこの時点でね、ゼブラ作中初勝利おめでとうございますとね、言ってしまいたいわけなんですが、次回は冒頭で対戦が終了して、それ以降は新展開が描かれるんじゃないかなと考えています。ひょっとしたら後ろに控えていた時間超人が一気にデザイン公開する可能性もあり得るんですけれども、次の対戦カードが決まるかもしれないんですが、マリポーサがそのまま
ま対戦することになるのでしょうか、それともさらなる増援が駆けつけるのでしょうか。次の対戦はね、自分ね、時間超人が勝利するんじゃないかと予想しつつですね、もしマリポーサが参戦すれば敗北するんじゃないかともね予想しているんで、自分としてはかなり心配しながらね次回のエピソードを待つことになります。またこのタイミングで自分の大好きなアリステラが参戦してしまわないかについても心配しているんですよ。ここで参戦したら格好のかませにされそうかなとは思っちゃうんですよね。アリステラ自体ね、ちょっと今回の時間超人との戦いではかませにされるんじゃないかってとても心配しているんですけどね、まあ、勝ってくれるとは思っているんですけれども、あとやっぱりね、その舞台がね完全に切り替わる可能性もありますよね、まあ、ここでひょっとしたらね、まだセリフなかったかな、時の神がねちょろっとね登場してなんか喋るかもしれないですし、あとなんといってもカオス登場のタイミングも気になるところですね。次回更新予定日なんですが、12月の11日月曜日ということですね。来週になります。年内の配信は次回含めてあと多くて間は 2,3 回というところでしょうかね。先ほどもお話ししたように、今回の対戦の後にまたストーリーが大きく動く可能性もあるので、まあ、その点もね注目していきたいかなと思います。ということで今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。